はい、どうも、アザラシです。 VR チャットの世界に入ってきてみました。最近ね、ツイッターで知り合った人が VR チャットをやってるっていう人がいて、へーっと話聞くうちに VR チャットやってみたくなったということでね、今まで手を出してなかった VR チャットというのが、まあ、話を聞く中で、オキュラスクエストとかそういったVR デバイスなくても入れるみたいだったんで、パソコンで Steam から入れてやってます。なんでね、多分これ左に書いてるバーチャルリアリティ VR でやると、左のスティックで、レフトハンドのスティックで動くし、右のライトハンドの スティックみたいなやつで多分こうやって動くんだけど、マウスでやる、マウスデスクトップでやる場合は、ムーブはキーボードの WASD だし、ターンはマウスでやるだしっていうことでしょうね。多分そういうことが書いてあるんだなと今理解した。スチームっていうか、パソコンでできることすら知らなかったよ。これよくわかんないね。なんて書いてあるかわかんないです。この下の床はね、初め真っ黒だったんだけどね、バーッと走ってた、色づいちゃった。 When gilding your avatar with the glowing blue arc, lift your controller up to increase the arcAnd send your avatar far away. 左 your controller up to increase the arc っていうのを増やす、もしくはあなたのアバターを遠くに飛ばすには左のコントローラーアップすればいい。わかんねえよ。ロコモーションオプション、誰が解説してほしいな。誰が解説してほしいとか、そういう甘ったれたこと言ってちゃいけないな。そんな甘ったれたこと言ってちゃいけない。そういうの自分で調べるんでしょうね。そういうもんですわね。ホロポート。ホロポート。スイーピーロコモーション。これの意味がいまいちわかんないね。いまいちよくわかってないです。いまいちよくわかってないです。シフトボタンを押すと早いってのはわかった。と、あとなんだっけ、 V ボタンを押すと、喋れるのかな。あ、いうえお。多分このあいうえおっていう声で今喋ったのが多分聞こえるようになるんだと思う。 V ボタンを押すとこのマウスってのは分かった。 V ってのは V ボタンでね、キーボードの V だね。 Trust Ranks、 信用レベル。 Trust Ranks Determine、 決める。 How other users see you avatar's future、 信用があなたのアバターのこのなんか見た目を変えるってことかな。See your more trusted user have more avatar future visible、 信頼なるアバターはより信頼なる格好をしているみたいなことが書いてあるんだと思う。弱々英語。 Nameplate icons open your quick menu to see icon of blocked avatar future on nameplateわかんないな。クイックメニューを開くことができる。This is blocked avatar feature。まずね、なんだこれ。光るね。まずあれなのよ。この4対3じゃない?画面の比が。今時のゲームで4対3なんてありえないからさ。なんか多分どっかで変えれると思うんだけど。お、マイクロフォンの。No one can hear you talk. 誰もあなたの声を聞きたくないでしょうか。 Open your quick menu and... そのクイックメニューをどうやって開けばいいのかな。クイックメニューの開き方がわからんのだが、多分キーボードのどっかにあるんだけど、例えばエスケープキーを押す。お、例えばエスケープキーを押す。めっちゃ英語なんだが、すげえな。エモートとかある。はい、ライトセール3469、なんか名前が出てるかな。アーリーアクセスって書いてあるけど、ワード、おー、あ、ワードじゃない、ワールドだ。戻り方がわからん。エスケープかな。とりあえずエスケープキーに頼っていこう。ミラー、あ、これが俺、これが俺ですか。ミラーオプションズ、何 Enable better mirror、
ベロアミロロケイローカルウィルアフェクトパフォーマンス。お？ああああああ。お。お。お。ちょっと離れたり、遠くなったり。後ろはこれは。あ、これアバター？ VR チャットハブ、VR チャットホーム。ハブとホームの違いは？ Go to your VRC home to get ready to join others。 左かな、なんか左のような気がする。わからないことだらけなんだがわからないことだらけなんだが、とりあえず一つ試してみる。宇宙人。あー、宇宙人だね。これは宇宙人だね。はい、次。あー、なるほどね。なんか初期の PS1 とか見そうなキャラだね。PS1 のキャラ見そう。意外とでかかった。意外となんかこう、ほっそりしてなかった。ショッカーみたいな感じだなと思って。ウサビッチかな。ウサビッチかなっていう想像と違う感じだったな。メカや。殴りたいんだけど、手出ないんだな。なんかアークみたいな感じでやりたくなるな。アークみたいな。ふふって殴りたい。殴れない。これ人参ですね。人参じゃないですね。唐辛子。レッドペッパーですね。これは？ああ、意外にガタイが、思ってたよりガタイが。しかも斧持っとる。うわー人参にしよう。だから唐辛子だって。唐辛子にしよう。入ってみますか。とりあえず入ってみますか。Go。左とか右とか押せないね。入ってみましょう。Go。とりあえずこの画面がさ、16対9にしたいよね。4対3のマジで。おう。ほう。なんかね、VR チャット流行ってるらしいですよ。流行ってるらしいっていうか、ちょっと盛況になってるらしい。同説が多いんだよね。確かね。暑そう。The Great Park West Summer Solitude。 ソリチュードってなんだっけ。Great Park West もわかんないけど、パグの世界。ソリチュード、ソリッド、夏の塊。マーダー2。マーダーは殺人ゲームだって。しかもジャパンシュラインに、日本の寺って感じかな。寺？神社か。寺院。ザ・ブラック・キャット、黒猫のザ・ブラック・キャット。 PC とクエスト。ああ、 PC でできるやつもあれば、オキュラスクエストでしかできないやつもあるんだ。エクスプローラー・ワールズ、ソーシャルファン、グッド・バイブス、コズイ・ワーズ。ジャンプできないのかな。あ、できてるじゃん、ジャンプ。あ、できるんだ。アークと同じようにジャンプできます。ビッグ ALs アバターコリッター、VRC チャットハブ。これ毎回貼ってるけど、なんかわかんないんだな。これ何、このボタンは。これは何だろう。読み上げてくれないね。これはさっきの部屋にあったやつと変わらない。どっか入ってみましょうか。一旦ちょっと止めてみます。ほい。4対3じゃなく16対9の全画面表示みたいな形にして戻ってきました。これね、一回起動するときにコントロールとかシフトとかを長押ししながら起動すると、なんか画面変更のモードが出てきて、そこで変更するっぽいですね。あとなんか実況スタイルになったって感じだね。とりあえずゲームって書いてあるとこ行ってみますか。はい。お？怪人の声聞こえる。How to play. Every player gets random role. ランダムに役割を与える。
全然見えんがな。Grab a knife and stab. Only the first player to collect five clues is. 全然読み込みが遅くて。何事？とりあえず足音の足元に乗ってみる。こっちに行くのか。アザーワールドバイチャー。ハロー。サンジみたいなのがおるな。アマンガス。マーブルパズル。これはダメです。英語が強強じゃないとこの空間にはいられないんだが。やばエスケープキーはいろいろ出てくるっぽい。でアバターも変えれるのよ。でいろいろこうアバターも出てくるということで、ちょっと変えようかなと思います。でね、探してみたんだけどね、探してみたんだけどないね。あのアザラシは、アザラシ見当たらないんで、あのクジラにしてみます。クジラか、これクジラではないな。クジラではないね。こっちにしようかな。キノコにしようかな。キノコ嫌いだけど、あ、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。バナナじゃないが。バナナじゃないが。フェイバリットに入れとこうか。あ、違うな。フェイバリットはってやつか。チェンジボタン押すと変わるって感じ。今、俺の見た目はバナナなのか。あ、ちょっとわからないけど、バナナになってるっぽいです。バナナなので、このまま行ってみましょう。ジャパンシュラインに行ってみるか。おお、二人いるらしい。へえ、ハンセンって人いるらしい。ケモ耳、メイドバイケモ耳。あ、新しくなったやつなんだ。へえ、サードパーソンカムデスクトップトラックリスト。へー、曲も。すごい、面白い。これがハンセンって人か。これあれじゃない？バーチャル YouTuber のホロライブの EN のイングリッシュの押しも押されの人じゃない？すっげー作り込まれてる。ほほー、この辺を作り込まれてるんだけど、2階があるっぽいんだが、2階に上がりたい。ここから上がるのか。どんな家の作り？まあ上がったところでね、なんかアイテムがあるわけじゃないからね。当たり前なんだけど。ここにもミラーがあるんだけど、どこにミラーがあるの？いや、フロント。え？は？あ、スクショタイムですね、これは。なんじゃそら。はい、戻ってきました。お家です。落ちたら死ぬ？ああ、落ちる。落ちる、落ちる。落ちるじゃん。せー。はい、ということでね。VR チャット。その辺ブラブラしてきました。
ちょっとよくわからないですね、まだね。わからないですね。やり方も詳しくわかんないです。情報が少なすぎるね。うん。情報集めてから、ちょっといろいろやってみましょう。まず自分が見たいよね。自分のチェックができないんだよ。気になる。ってな具合で。はい。VR チャット体験記でした。また何か動きがあれば、動画は続き上げるかもしれないです。ほなまた。